まあ、いずれにしてもこれも同じようにちょっと見よう。でこれが出てきちゃったな。これが出てきちゃってるから、これはまだこれだけの差があるから、もうしばらく置いてもこれこっちを任すことはないんで、まあ問題はここだ。ここどうやるんですか。どうやるんですか。これか、かっこよくやるにはこれ縦に置いた方がいいんですね。横にこう出るより、そうするとこうなる。で、来年あたりはこうできる。次はこう、これ本当はもうちょっとこう上がっていればいいんだけど、まあ、ワイカ栽培だからあんまり手間暇かけないんでね。丁寧にやればこうやるけど、まあやらなくていいよね。これ持ってきて、下がっちゃうから、どっか水平のものを、ここへ来る。あとこちらの方はあんまり下、下がりすぎちゃうと問題あるけども、まあこのぐらいなら、まあ下がっても下大丈夫。これも取っていくか。ね、去年だからね。これか、これも多分。次は、これか。これ去年ここへ取ってきたんだけど。まあ、本当に弱くて、もし、ね、曲がっちゃったりしたら、もう逆にまた1本新しいのになって。あんまり、花芽あんまり良くないんで。で、今度は、これね。これも、上げ、これは上げた方がいいかい。これは上げとく。あ、であのフリースピンドルですから、底辺を広くして上をなるべく三角形に。そうしないとどうしても上の方が強くなって下枝終わってますね。だから三角形にして上のものを押さえます。これずーっと来て、まだ通路あります、ね、ここに10、これを任す枝はなるべく置かないようにして、こうか。で、これは3に違います。で、こちらは
上がりすぎてます。